パラエスラ小岩綾瀬代表の大内隆と申します。この度は、プロ柔術、祭りにお呼びいただき、ありがとうございました。対戦相手の宮本選手なんですけれども、非常に、柔術界に昔からいるレジェンドということで、対戦を非常に楽しみにしております。実は過去に一度だけ、宮本選手とカンピョナート、松戸で行われたカンピョナートの、茶帯の試合で対戦してまして、その時は過労死で私が、引っ込んで下から、ハーフで煽ってレフリー判定で勝ったんですけども、どちらが勝ってもおかしくない試合でした。ですから今回、本当の勝負、どちらが勝ったか白黒つけれたらなと思います。プロ柔術ということで、お客様に楽しんでいただけるように、決め等こだわって、アクロバティックな動きをして、だけどもその中で、きちっとポイントを取って勝ちにつながるような、そういう試合をしようと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それとですね、今年私の、テクニック DVD、大内隆ドクトル柔術、出ましたので、ぜひ勝利をしてこの DVD のいい宣伝になるように、頑張りたいと思います。皆様一家に一枚こちらをぜひご購入のことをよろしくお願いします。では